連想法ちゃんも修理したい。はい、こんにちは。というわけで、うまい棒のゼカマシちゃんです。これね、ワンフェスで配ってました。会場限定ですつって配ってましたね。ゼカマシちゃんのうまい棒ですね。ここに書いてあります。 Not for sale だって、うまいもんって書いてある。だって早いもんみたいに、だってうまいもんって書いてありますね。強烈ゼカマシちゃん、強烈で、よく見ると連想法ちゃんもこの目がね、ちゃんとうまい棒のキャラになってると。で、こっちはちゃんと島風。じゃあ開けてみますか。味はね、エビマヨ味って書いてあります。さあ、中から何が出てくるか楽しみですよ。二重パッケージになってるんで、中から普通のうまい棒が出るのか、ゼカマシが出るのか、それは全然わかんない。いきます。エビマヨやな。うん、普通のエビマヨのうまい棒出ましたね。これこれを入れたと、そういうことですね。いや、でも強烈ですよね、ゼカマシバージョンのうまい棒ちゃん。うまい棒ちゃん、この冬セガプライズによるうまい棒カンコレコラボがロマンあふれる驚愕のパッケージで登場予定って書いてあります。なので今年の冬にこういうのが、セガさんのプライズに並ぶっていうことなんですかね。では、うまい棒、エビマヨ味、食べてみたいと思います。じゃあ、これ、ゼカマシの味するかな？そりゃね、そりゃゼカマシの味しないと嘘だから、島風型ですよ。てんてんてぐるるん、てぐる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 るん、てんてんてぐるるん、てぐる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 るん。いやー、島風の味するね。これすごい、島風の味する。すごいね。すごい、早いもん。早い味する。すげえ早い。だって早いもん。島風のごとく速さの味を追求したうまい棒でしたね。そんなわけで、ワーベス会場限定で配ってました。うまい棒島風バージョンの紹介でした。開けたら中からうまい棒登場しましたという、そんな感じの動画でした。連想法ちゃんも修理したい。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、まあ、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう。バイバーイ。